ターゲットを絞るんだったら他の人には刺さらない内容を書いていく面接では自信を持ってハキハキ答えることと清潔感がある見た目が重要です IT 技術者関係ないじゃないですか例えばこういう風なコンテンツを書くと刺さるようなものがになるよっていう例を紹介しますはいどうも中島です今日の動画はターゲットに刺さるブログ記事の書き方というテーマで話をしていこうと思います まあターゲットを絞ったブログをやろうっていうのは結構言われることですよね。まあ僕もそういう話をすることも多いし、そういうことを言ってる人もいます。これに関しては、まあ戦略は正解だと思うんです。確かにみんなと同じようなブログをやっても今からじゃあ SEO では勝てないよね。だからターゲットを絞ってブログをやることでより刺さるコンテンツが。 役に立つブログができるっていうのはその通りだと思うんですけど、ただ、現実的に、じゃあそれができているかって言われたら、できていない人が多いんじゃないかなと思います。誰かをターゲットにして、その人のためにブログを作るって、自分でコンセプト決めてるんですけど、その自分で決めたコンセプトを崩壊させてしまっている人が結構いるんですよね。なので、今日はターゲットに刺さる記事っていうのはどんな記事なのかと。まあ、どういうものを書いていけばターゲットに刺さる記事を書けるのかっていうところを解説していこうかなと思います。で、結論を言うとですね、ターゲットを絞るんだったら、 ちゃんと他の人には刺さらない内容を書いていくっていうことが必要です。例えば、ズボラ主婦のためのなんとかブログっていうのを作るんだったら、それはズボラ主婦にだけ刺さる内容が必要なんですよ。まずここを理解してください。おそらく、そうやってターゲットを絞ってブログをやっている人でも、ほとんどターゲットを絞れていない人っていうのが多いです。要はズボラ主婦以外の人が見ても、まあ普通に勉強になるというか、まあ同じだよね、みたいな。 誰でもその内容同じだよねってことになるんですけど、そういう誰にでも使えるような内容っていうのは結局ターゲット絞れてないんです。ターゲットを絞ったブログとか文章を書くっていうのはめっちゃ難しいです。なので僕は初心者向けじゃないのかなと思っています。なぜ難しいかっていうと、ライティングが難しいからですね。ターゲットを絞って文章を書いていくっていうのは Web ライティングの基本ができて初めてできることなので。 なので、初心者にはなかなか難しいです。で、僕がブログ初心者にお勧めしているのは、プロセスで切り取ることですね。プロセスで切り取るっていうのは、初心者でもやりやすいからお勧すすめです。まあ、そうすることで、まあ、ブログの規模が小さくなって、まあ、ブログ運営が楽になるからですね。まあ、そういう小さなブログっていうのが楽なので、まあ、記事数が少なくても成立するブログですね。まあ、こういうの小さなブログなんですけど、そういうブログを目指して作っていくようにしましょう。ということで、ここから詳細を解説していきます。 で、最近ですね、まあ、ここ数年の SEO なんですけど、企業がすごく優遇されています。まあ、これはみんな聞いたことあるんじゃないかなと思います。個人ブログがなかなか SEO で上がりにくくなって、まあ、企業のブログが優遇されてると。まあ、ブログじゃないですけど、まあ、企業のメディアとかドメインが優遇されてるっていうのは聞いたことあると思うんですけど。まあ、それで SEO をワコんだとか、ブログをワコんだとか言ってる人もかなり多いんですけど、まあ、確かにその通りなんですよ。個人ブログの SEO が厳しくなっているっていうのは僕も同感なんですけど、ただじゃあ絶対に個人ブログが勝てないか SEO で、 もう集客ができないかって言ったら、それはまた別の話だよね、と思います。まあ、重要なことはね、そうやって企業のドメインとか企業のメディアが優遇されてるんだけど、個人は、個人が企業に勝てる部分で勝負していくっていうところがめちゃくちゃ重要なことです。じゃあそれ何なのって話なわけですよ。個人が企業に勝てるところって何なのっていうとですね、そういうのは、まあ、いろんな切り口あると思うんですけど、ここではターゲットに刺さる文章を書くことだということで解説をしていきます。企業って基本的にそんなターゲットを絞った メディア作らないんですよ。まあ、あんまり見ないですよね。おっきな企業がすっごい狭いターゲットに向けて、ブログとか記事を書いていくっていうことをするかって言われたらしないですよね。それ理由があるんです。まず一つ目の理由が、おっきな収益を狙いたいからですね。はい。そもそも企業としてやるんだったら、特に大企業だったら、月に100万円とか、そのぐらいの売り上げ出しててもしょうがないわけです。個人で言えば月100万円もあれば贅沢な暮らしができるんだけど、大企業で言えば月100万円の売り上げって、まあ、結局、 小さいわけですよ。そこにかかる人件費とか、まあ狙っている売り上げも大きいので、そのぐらいの売り上げ出してもしょうがない。で、対象者を絞れば、どう考えても売り上げ減るんですよ。なので、大企業とか、まあそういう企業がね、わざわざ対象者とかターゲットを絞ったブログやるかって言ったら、やらないです。二つ目の理由が、ライティングがそもそも難しいからです。まあ大企業だったら、めちゃくちゃ、プロのライターが記事書いてるかって思うかもしれないですけど、そんなことはないんです。 大企業とかね、有名な企業でもそんなにプロのライターに頼むかって頼まないんです。まあそこら辺の、まあ、フリーランスのライターに頼んだりすることも多いんですよね。じゃあ、そういう企業がなぜ SEO で上位表示できるかって言ったら、結局ですね、それ、まあ企業の SEO って、まあある程度の品質っていうのは重要なんですよ。ある程度の品質重要なんですけど、まあそういうある程度の品質の記事、プラス企業パワーでご利用していくからですね。まあこれだけ聞くとすげえ企業ずるいなと思うかもしれないですけど、そうなんですよ。 ていう個人には真似できないことをしてるんで。でも、これいいんですよ。企業のドメインが優遇されてるんだから、そこそこの記事を書いて、それを企業のパワーでご利用していくっていうのは、戦略として間違ってないわけじゃないですか。まあ、結果的に、それで SEO で上位表示できるんだったら、それはそれでいいんですけど、ただ、 ま、企業はそういうやり方をしていっても、真似できない個人が同じようなことをしてもダメなので。じゃあどうするのっていうと、差別化とかをしていかなきゃいけないんですけど、差別化のためにターゲットを絞っていくわけです。で、この考え方自体は全然いいと思うんですよ。さっき言ったみたいな、企業はじゃあ企業のパワーでご利用していくと。でも個人はできないから、まあ、そうやって企業にはできないような差別化としてターゲットを絞ったブログをやっていこうっていうのは正しいんですけど、ただ現実的にはなかなか難しいんです。 こ,こからね具体的に、じゃあなぜ難しいのかと、どうやっていったらいいのかっていうのを解説していきます。例として、今回はズボラ主婦のためのダイエットブログというのを取り上げてみたいと思います。別に意味はないです。多分同じようなブログがあると思うんですけど、別に全然意味はなくて。 何でもいいんですけど、パッて思いつつのがズボラ主婦のためのダイエットブログだったわけですね。まあ、ズボラ主婦のためにダイエットノウハウとかを解説していくようなブログですね。こうやったら痩せますよ、みたいな。これね、自分がもしターゲットを絞ってるんだったら自分のブログに置き換えて考えてください。まあ、ズボラ主婦っていうのをね、いろいろ IT 系の技術者とか何かに置き換えてもらえればいろんなところに。 ま、応用できるんじゃないかなと思います。このズボラ主婦のためのダイエットブログの NG 例ですね。まあ、こういうコンテンツを書いてるとダメだよっていうものを紹介します。どんなものかっていうと、ダイエットするには摂取カロリーより消費カロリーを増やすのが重要です。運動して食事制限しましょう。みたいな記事ですね。まあ、これあくまで例なんですけど、まあ、こういうの書いてる人ってめっちゃ多いんです。で、この記事はダメです。なんでこういう文章がダメかっていうとですね、ズボラ主婦関係ないからですね。 そもそも摂取カロリーよりも消費カロリーを増やすのが重要とか、運動して食事制限するとかってズボラ主婦関係ないじゃないですか。それってもはやダイエットの話でズボラ主婦っていうところはまあ関係ない。関係ないっていうことは結局ズボラ主婦には刺さらないんですよね。 なので、ズボラ主婦のためのダイエットブログとかって言ってるんですけど、まあタイトルとかサブタイトルでそういう風についてるんだけど、結局やってることっていうのはただダイエットノウハウとかダイエットの知識を紹介しているだけみたいな。まあそういうブログを作ってしまっている人が多いっていうことですね。ここは本当に注意してください。自分の記事とかコンテンツを見てですね、ちゃんと自分が決めたターゲットに刺さるような文章を書けているかという話です。おそらくできていない人が多いんじゃないかなと思います。じゃあ、今みたいな ズボラ主婦のダイエットブログだったらどういうコンテンツを作っていけばいいかという話ですね。まあ例えばこういう風なコンテンツを書くと刺さるようなものになるよっていう例を紹介します。どんなものかっていうとダイエットするには摂取カロリーより消費カロリーを増やすのが重要と。まあここまで同じです。なんですけどズボラ主婦のためのって言ってるんでもっとズボラ主婦に寄せていくってことですね。例えば まあ、掃除をすると、何キロカロリー自転車で子供の送り迎えをすると、何キロカロリーぐらい消費します。そうすると、一日に消費しないといけないカロリー数の残りは、まあ、このぐらいだから、その残りに関しては、テレビを見ながらでもできる、なんとかっていう運動で消費していきましょう。みたいなことですね。はい。まあ、ちょっとややこしくなったかもしれないですけど、結局、これ何かっていうと、まあ、掃除とか、子供の送り迎えが、とかっていうのは、結局、 ズボラ主婦。まあ、ズボラかどうかわかんないですけど、まあ、主婦だからこそ刺さるコンテンツじゃないですか。これ、サラリーマンに行ったところで刺さらないんです。まあ、結局、主婦に絞っているからこそそういうコンテンツができて、そういうものが刺さるという感じになります。もう一個例出します。今のがズボラ主婦のためのダイエットブログなんだ,だったんですけど、二つ目の例が IT 技術者のための転職ブログですね。まあ、こういう風な転職ブログとか、 まあ作ってる人も多いんじゃないかなと思います。なんとかのための転職ブログって書いてるんですけど、なかなかそのターゲティングができていないパターンが多いです。例えば NG 例どんな感じかっていうと、面接では自信を持ってハキハキ答えることと清潔感がある見た目が重要です。みたいな記事ですね。これもさっきのボラズボラシフと同じなんですけど、別に IT 技術者関係ないじゃないですか。普通の転職ノウハウですよ。どんな転職であろうと自信を持ってハキハキ答えることは大事だし、清潔感がある見た目をしていくのも大事じゃないですか。 はい。なんですけど、自分がターゲットを絞って転職のブログをやっていますって言っても、まあそういう風に全然実際のコンテンツとか文章ではターゲットを絞れていないパターンがほとんどなんです。じゃあこれをどういう風にすればいいかっていうと、例ですよ。 例なんですけど、面接では面接官の年代に合わせて話題に出すプログラムの種類を変えましょうとか、年代が上の方の面接官だったら C 言語とかパスカルって答えると好印象を持たれます。みたいなことですね。まあ、適当な例ですよ。実際にこれをやったからって言って転職できるかどうかって言われたらおそらく難しいんじゃないかなと思いますけど、要するにそういうことです。 これって IT 技術者だからこその例じゃないですか。他の職種だったらこんなプログラムがどうとかって言ってもしょうがないんですけど、IT 技術者のための転職ブログだからこういうコンテンツを書いていくってことですね。まあターゲットに刺さる文章を書くときに大事なことっていうのは、他の人には当てはまらない内容かどうかですね。 当てはまったら結局ターゲティングできてないんです。摂取カロリーよりも消費カロリーの方が大きくなったら痩せられます。なんていうのは別にズボラシ婦フ関係ないし、ハキハキ自信を持って答えることが重要っていうのも IT 技術と関係ないわけです。でもそういう関係ない他の人にも刺さるようなコンテンツを書いていると、自分がターゲットを絞ったブログをやってるっていうコンセプトを崩壊させてしまっているわけです。なのでそうならないように注意してくださいっていうことですね。で、ここからね、もうちょっと踏み込んで話をしていこうと思うんですけど、僕は基本的に ブログをターゲットで絞るっていうのはあんまりお勧めしていないんです。全くお勧めしていないか、やらない方がいいかって言われたら別にやってもいいんですけど、あんまり僕はお勧めしていない。なぜタ,ターゲットで絞ることをお勧めしていないかっていうと、ライティングの難易度が上がるからですね。いや、普通に難しいんです。今の話を聞いても難しいと思わなかったですかこれ聞いてると、あ、なるほどそういうふうにやるのかってわかるんですけど、じゃあ自分のブログ、自分のコンテンツでこれを実際にやろうって思うと悩んじゃうわけです。どうやってやればいいんだろうなとか。 これでちゃんとターゲットに刺さる内容になってるのかなっていうのが分からなくなっちゃうんです。そうなんですよ。ターゲティングをちゃんとして文章を書いていくっていうのはかなり高いライティングスキルが求められるから。なのでそもそもターゲットを絞ってブログをやっていくっていうのはそういう まあターゲットを絞ったライティングができるっていう前提なので、じゃあブログ初心者がそれができるかって言われたら僕は現実的に難しいと思うんです。もちろん文章が上手な人っていうのはそれができるかもしれないんですけど、おそらくほとんどの人にとっては難しいです。じゃあどうすればいいかっていうと僕はですね、プロセスで切り取るっていうのをお勧めしています。例えば英語だったらリーディング、スピーキング、リスニング、文法とかいろいろあるじゃないですか。そういう風にリーディングでブログを作るとか、リスニングでブログを作るとか、そういう風に切り取ってやる方が楽だと思います。例えば50代。 から始める英会話みたいなものでやってあげるとすごい大変なわけですよ。50代だからこそ刺さるコンテンツ書かなきゃいけないんで。そうじゃなくて、リーディングとかリスニングとか、まあそういう風に絞ってあげると、そうやって、まあターゲティングっていうのをそこまでしなくてもいいので楽になるじゃないですか。ライティングの難易度同じなわけですよ。普通に、まあ英語っていうブログをやるときも、まあリーディングに絞ってやっても結局各領域が狭くなるだけなんで、別にターゲティングとかそういうことは変わらないんでね。 はい。まあそうすることで、ブログ規模が小さくなるわけですよ。まあ、ディリーディングについての英語ブログをやるんだったら、リスニングとかスピーキングとか、そっちに関してはそんなに解説をしなくてもいいからですね。英語ブログって言うと全部解説しなきゃいけないから大変になるんですけど、これが僕もいいつも言ってる超特化ブログですね。まあ超特化ブログに関しては長くなるので、ここでは解説しないので、詳しく知りたい方は別の動画を見てください。 はい。ということで、今日のまとめですね。今日はターゲットに刺さるブログ記事の書き方について話をしてきました。ターゲットを絞ってブログやるっていうのは、それは戦略的には正解なんですけど、なかなか現実的には難しいです。で、ターゲットを絞るんだったら、他の人には刺さらない内容。 を書くことが重要ですね。なので、ズボラ主婦のための、ってするんだったら、ズボラ主婦にだけ刺さるような内容を書く必要があります。で、そうやってターゲットを絞ったブログを作っていくのはなかなか難しいです。僕は初心者向きっていうか、中継者向きなんじゃないかなと思っています。まあ、ウェブライティングの基本ができないとなかなかそれができないんでね。はい、具体的にどういう感じかっていうとですね、まあ例としてズボラ主婦のためのダイエットブログを挙げました。NG 例としては、ダイエットするには、摂取カロリーよりも消費カロリーを増やすのが重要。 運動して食事制限しましょう。みたいなのはズボラ主婦関係ないので、こういう文章を書いても刺さらないから注意をしてください。まあそうじゃなくて、掃除だと何キロカロリー、自転車で送り迎えすると何キロカロリーぐらい消費しますと。そうすると、1日に消費しないといけないカロリーはこのぐらいなので、テレビを見ながらでもできる、こういう運動しましょう。みたいに書くということですね。そういうものは他の人には刺さらなくて、ズボラ主婦にだけ刺さる内容なので、ちゃんと。 まあ対象者をを絞れれててコンテンテツを作いいるととうことになります重要なことは他の人には当てはまらないかどうかですね。他の人には当てはまってしまうんだったらそれはちゃんと対象者を絞れた文章になってないので注意をしてください。で、ここまでの話を聞いて、まあ普通に難しくないって思った人もいると思うんです。そうなんですよ。 ターゲットを絞った文章を書くってそもそも難しいんです。ターゲットを絞ってブログを作るっていうのがダメなわけではないんですけど、それが難しいと思うんだったらプロセスで切り取ってもらう方がいいです。英語だったら、リーディング、リスニング、スピーキング、文法ですね。まあそういう風に切り取ってもらうと別にわざわざ対象者を絞って文章を書く必要がないので、まあライティングっていうのはそんなに難しくならないです。まあ今日いろいろとターゲットに刺さる文章っていうことで解説をしてきたんですけど、まあ繰り返しになるんですけど、本当にターゲットに刺さる文章を書くっていうのは難しいです。僕が何か文章を書くときでも対象者をすごい絞った文章を書こうと思うと。 すごい大変なんです。普通に書いていると、いや、これ別に対象者関係ないよな、とかってなっちゃうので。いや、できるならやった方がいいんですよ。できるならやった方がいいんですけど、多分ですね、これができるっていうのは、もうウェブライターの仕事してたら文字単価3円以上確実にもらえるような人ですね。ウェブライター、専業でやってるけど、こうやって対象者を絞ったような文章を書けない人っていっぱいいるので。だから、実際には相当難しいんです。でも、相当難しいんですけど、ただこういう、 対象者を絞って刺さるような文章を書けるように練習するっていうのは大事なことなんですよ。だから、やらなくてもいいとは言わないですけど、ブログ初心者がブログで稼ぐためにそれをやるかって言われたら、まあ別に最初からやらなくてもいいかもなとは思います。はい。まあブログで稼いでいきたいんだったら、文章力を鍛えていくっていうのはマストです。 マストなんですけど、なかなか最初からそれをやるっていうのは難しいんでね。なので、ブログ初心者はプロセスで切り取るっていうのをお勧めしています。以上参考にしてもらえると嬉しいです。ブログの方をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化までは体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはお勧めの講座になっています。文章力を伝えたい人のために、文章の書き方を直接指導する SEO ライティング実践講座もやっています。ブログ初心者から中継者にはお勧めの講座になっています。どちらも興味があれば、概要欄からぜひチェックをしてみてください。 ということで今日はターゲットを絞った文章について話をしてきたんですけど、まあ今日解説した内容って結局ランチェスター戦略なんですよ。ランチェスター戦略って何かっていうと弱者が強者に勝つための戦略ですね。まあビジネスとかで使われるような戦略なんですけど、このランチェスター戦略解説するとめちゃくちゃ長くなるので、まあ詳しく知りたい人は別の動画を見てほしいんですけど、基本は一気打ちの接近戦ですね。 これが弱者が強者に勝つための唯一の戦略だと言われています。これブログでも同じなんですよね。結局、おっきなテーマでブログを作って、それでまあ大企業とかね、そういうところと正面から戦ったらどうなるかって言ったら、ほぼ100%負けるんです。まあそれは強者に対して広域戦を挑んでるのと同じだからですね。初心者だとその辺の差ジ加減がわからないので、とりあえずダイエットとか転職とかでブログ作っちゃうんですけど、それって言ってしまうとね、無意識なんですけど、月に1000万円以上稼ぐようなブログを作ろうとしてるわけです。 まあダイエットとか転職ってうまくいけば月1000万とか余裕で稼げるんでね。ただ作ろうとしてるんですけど結果的にはできないわけです。なぜなら自分ができる範囲っていうのを大きく超えてしまってるから。まあ自分の能力以上のブログを作ろうとしているからですね。そうなるとまあ稼げないっていうことになってしまうので。なので今からブログをやってお金を稼いでいきたいんだったらまあ小さなブログに絞ってやっていくっていうのが重要ですね。 で、そこに対して、まあ、どういうふうに絞っていくかっていうのはいろんなやり方があります。まあ、例えば今日解説したようなターゲットで絞るっていうのも一つだし、プロセスで絞るっていうのも一つの選択肢だと思います。その辺に関しては、まあ、僕はターゲットではなくプロセスで絞るっていうのをお勧めしてるんですけど、別にやりやすい方法があるのであれば、全然自分のやりやすい方法でやってもらえば OK です。とにかく、大きなブログではなくて小さなブログを作るっていうことだけは覚えておいてください。ということで、今日の動画は以上になります。ありがとうございました。今日のアベメモです。 差別化としてターゲットを絞るのは有効な戦略だけど絞れていない人が多い。ターゲット以外には刺さらない内容にする。ターゲットを絞ったライティングは中級者向き。初心者はプロセスで絞ることをおすすめ。小さいブログ、超特化を作る意識をもとう。